はい、今日はとても可愛いスクイーズを見つけたので買ってみました。結構前に出てた商品みたいなんですけど、キティちゃんがねフルーツになっているスクイーズです。とても可愛らしいですよね。フルーツマーケットハローキティスクイーズマスコットと書かれています。こちらの商品ねちょっと前に出てたものみたいで値下げされておりました。はい、触っていきたいと思います。まずはこういうなんか双子になってるの可愛いですよね。キティちゃんとミミィちゃんがいるやつ。はい、あ、ちょっと引っ張ったら外れちゃいそうな感じのやつですね。はい、では触ります。わあ、すごい、スルスルスベスベしてる触り心地で。うん、程よい押し心地。かわいい。よし、袋に戻して。はい、これがイチゴの双子ちゃんで、次ですね、また双子ちゃん。今度はこれはさくらんぼかな、りんごかな、なんかの双子ちゃん。うん、かわいい。かわいらしいですね。触り心地もまたちょうどいいというか、うん、低反発すぎず高反発すぎずいいですね。まあ超低反発のスクイーズが好きですけど、こうマスコットとしてつけておくにはこれぐらいのね硬さというかのものの方が、あ、うん、飾っておく分にねいいかなと思います。これはちょっとね空気が簡単に戻ってしまいます。ほら、ただのスポンジみたいな感じですね。こっちの方が触り心地が良かったかな。袋から出して、最初から全部出しておけば良かったと思うんですけど、メロン。あ、やっぱりこれもか。あー、そうなんですね。大きいサイズのものは、ほんとただのスポンジみたいな感じで、普通に、スッスッスッっていう感じで戻りますね。ただ可愛いのでね、うん。こう見た目の可愛さってありますよね、キティちゃん。あとはこのいちごも、はい、あ、そうですね、このいちごももうほぼスポンジっていうような触り心地、しっかりコーティングはされてるような触り心地ですけど、なるほど、これだったらこっち双子ちゃんのこれ、こっちの方が良いですね。この戻り具合が気持ちいいですね。うん、そうか、なるほど。
おすすめはこの2つ、双子ちゃんになっているキティちゃんミミちゃんのフルーツ、これの触り心地がとてもあのいい弾力と戻り具合速さだと思います。こっちはね飾っておく分にはいいかなと思うんですけど、触り心地というかあの戻り具合がねただのスポンジって感じですはい、というわけでね、ただただ可愛いから買ってみたスクイーズ紹介でした。おしまい。